はい、こんにちは。リッツ横浜店ハイスタイリストの佐々木幸太郎です。今回は、パーマのことについてちょっといろいろ語っていきたいなと思いまして、まあ、よくお客様から、質問の多い、パーマのことについてはですね、今日はちょっとそちらに対してお答えしていけたらいいかなと、思っています。まず1つ目の質問なんですけど、ブリーチ毛に対して、パーマをかけられるかどうかっていう質問に対してお答えしていきたいと思います。結論から言うと、結構難しいです。なんでかと言いますと、ブリーチした時に髪の中の組織であったり成分が結構壊れてしまうんですね。パーマの仕組みなんですけど、1剤で髪の毛を軟化させて、2剤目で、さらにその形付けたものをこうくっつけるという仕組みなんですけども、髪の中の組織や成分が破壊されてしまうことによって、まあ、そのパーマによる、まあ、その軟化とその、まあ、固める作用ができなくなってしまうので、まあまあ、その日はしっかり、まあ、かかっているように見えたとしても、もう次の日にはちょっとだれてきてしまったりとか、してしまうことが多いです。まあそれが、ね、痛みもかなりちょっと出てしまって、切れ毛であったり、まあ、最悪ちょっとちぎってしまっている場合もあるので、まあ、おすすめは掃除していないです。はい、2つ目の質問で、まあ、パーマやるにあたってやっぱ髪の毛ってやっぱ長さが結構必要なんですかっていう質問も結構多いです。こちらに対しては、パーマの種類に、寄ってきます。まあ、例えばジェットモヒカンであったり、まあ、アップバンドショートって結構髪の毛自体短いと思うんですけども、まあ、本当はやっぱり、細いロットもありますので、そういう、まあ、前髪を上げたいパーマ、束感を出したいパーマっていうのももちろんかけれます。で、まあ、ある程度長さがやっぱ必要なパーマっていうのはやっぱり、まあ、例えば今人気のセンターパートスパイラルパーマ、まあ、スパイラルですよね。まあ、トップとかはかなり長さが必要になってくるので、ショート、まあ、ベリーショートのスタイルは、まあ、ちょっとスパイラルはちょっと厳しいかなという場合もあります。はい、3つ目の質問なんですけど、今旬のパーマについてです。僕が、毎日今数多くのパーマのお客様を担当させていただいて旬だなと思うのが、ソフトツイスト、ソフトツイストスパイラルですね。まあ、ツイストってやっぱ結構な今年の夏ぐらいから結構流行ってるパーマになるんですけど、まあ、結構ツイストってやっぱ皆さん結構、まあ、いかついんじゃないかとかっていうイメージ持たれてる方ももちろん多いと思うんですけど、ソフトにかけることによって全然そんなことないんですね。結構社会人の方でもオーダーいただくことが多くて、ソフトにかけることによって、まあ、一括さを出さずに独特の、まあ、ちょっとチリッとした動きを出せるのと、あとは、まあ、普通のパーマにもやはり持ちがすごくいいので、まあ、長く楽しめるという通り点もありますし、12月も絶対オーダーがたくさんあると思うので、一応お店 の, ホットペッパーの、クーポンの方にもカットツイストパーマという項目があるんですけども、ぜひそちらからちょっとオーダーいただきたいかなと、思ってます。僕も、11月12月とかで、まあ、ツイストやったりツイストスパイラルのスタイルちょっとたくさん出していこうかなと思ってるので、もうそちらとかちょっと持ってきていただけたらすごく嬉しいかなと思うので、まあ、たくさんのオーダーぜひ、お待ちしております。はい、じゃあ、今日はこんな感じで、3つほど、質問の方にちょっとお答えさせていただいたんですけども、まあどちら側のオーダーの際とか、まあ、お客様のこう不安、お悩みに、少しでも貢献できたら嬉しいかなと思うので、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。またぜひ見てください。バイバイ。